こんにちは、アームジャパンです。このチャンネルを見てくださっている外国人の皆さんは、日本語を勉強していたり、日本語に興味があるという方が多いのではないでしょうか。そんな皆さんにも馴染みのある日本語が、実は未だにルーツが明らかになっていない正体不明の言語であることをご存知でしょうか。今回は日本語の起源に関する説についてご紹介するとともに、日本語とは一見何の関係もなさそうに思われるある言語との不思議な位置や、日本の国歌君が代の驚くべき解釈についても触れていきます。興味のある方はぜひ最後までご覧ください。日本語は世界の言語の中でも特に複雑で、習得難易度の高い言語とも言われています。主語が曖昧で、擬態語やオノマトペが多く、助詞の使い方も難しい。この日本語独特の表現はどこから来ているのでしょうか。実は日本語の起源については未だに定説がなく、はっきりしたことが分かっていません。比較言語学では同一起源だと推定される諸言語のことを語族と呼んでいます。主に文法、発音、日常でよく使う単語が似ていることによって同一語族であると分類されます。しかし日本語は他の語族には分類されない独自の言語として存在していることが示唆されており、孤立した言語であると言われています。現代の言語学者は日本語の起源として中国語、朝鮮語、アルタイ語、ドラビダ語、タミル語などを挙げ、様々な学説を提唱してきました。どれも定説になるには至っていませんが、有名なものをご紹介します。例えば古くから唱えられているものとして、アルタイ語族説が挙げられます。アルタイ語族には中央アジアの言語を含むトゥルク語族、モンゴル語族、ツングース語族が含まれています。アルタイ語族説の根拠としては、文法の一致点が多く見られる点、一部の音韻上の規則が近いという点、膠着語であるという点です。例えば日本語とアルタイ語族の言語では、構文が主語、目的語、動詞の順番であることや、動詞や形容詞が活用する点が一致しています。また膠着語とは、例えば日本語で私は学校へ行きますのはや絵にあたる助詞のように、単語に助詞がついて助詞が変わることで文の意味が変わってしまうような言語のことを指します。先ほどの文を私も学校へ行きますにすると文の意味が変わりますよね。このように日本語はアルタイ語族との文法上の一致点が多く見られます。しかし語彙の面では相違点が多く見られ、むしろ日本語の基礎語彙はオーストロネシア語族といった南方の言語との一致点が多く見られることなどから、このアルタイ語族説は現在は否定されつつあるようです。また一つの言語が起源ではなく、複数の言語が合体して日本語が生まれたと考える説もあります。例えば北から日本列島に渡ってきたアルタイ語を話す人々の言葉と、南から渡ってきたオーストロネシア語を話す人々の言葉が混ざり合って日本語が生まれたという説です。先ほど話したように、日本語の文法はアルタイ語族に近く、語彙の面はオーストロネシア語族に近いと考えられていたためです。しかし言語だけを対象にした研究には限界もあり、やはりこの説も決定的な結論を出すには至っていません。このように日本語の起源については様々な説があり、現在も解明に向けての研究が続けられています。ここで少し都市伝説的なお話にはなるのですが、日本語と
ある言語との意外な共通点についてもご紹介したいと思います。その言語とはヘブライ語です。ヘブライ語とはイスラエルの公用語で、主にユダヤ人が使う言語です。日本の国歌を皆さんはご存知でしょうか？そう、君が代です。日本の学校では小学生の時から大切な行事の際に必ず歌う君が代ですが、実は日本人でもこの歌の意味を理解している人は少ないと言えるほど分かりにくい歌詞となっています。しかしこの君が代、なんとヘブライ語に翻訳すると解釈できると言われているのです。日本語の歌詞は、君が代は千代に八千代に、さざれ石の岩尾となりて苔の蒸すまで。これをヘブライ語の歌詞にすると、クムが代は手鬼や千代に、ささりいど岩尾となりいた苔の蒸しまって。確かに少し音の響きが似ている感じがします。そしてこれを日本語に翻訳すると、立ち上がれシオンの民、喜べ人類を救う民として、神の予言が成就する、全地で語り鳴り響けという意味になるそうです。君が代の作曲者は林博盛と奥義久とされていますが、作詞に関しては平安時代に編まれた歌集古今和歌集から引用したものということは分かっているものの、その歌を誰が読んだかは分かっておらず、作詞者は不明とされています。作詞者が分からない歌を国歌にするのも何とも不思議な気がしますよね。さらにヘブライ語と日本語には共通する単語がなんと3000以上あると言われています。例えば日本語で天皇を意味する帝に似たヘブライ語にミカドルがあり、意味は高貴な人。日本語の侍に似たシャムライは守る人。日本語の測ると同じ発音の測るは同じ意味の測る、測量する。またやけどと同じ発音のやけども同じ、やけどするという意味だそうです。他にも感謝を表す言葉ありがとうと似た発音のありがとうは、私は幸運です。日本の伝統行事であるおみこしを担ぐ時の掛け声わっしょいは神が来た。また漫画やアニメなどで目にするさらばという言葉は、日本語ではさようならを意味しますが、ヘブライ語ではさようなら平安なれ。静かにしろを意味する黙れはヘブライ語で沈黙を守れを意味するなど、偶然とは思えないほど多くの言葉が一致しています。現在のユダヤ人の国はイスラエルですが、その首都はエルサレムです。エルサレムは途中他国の支配下に置かれるものの、3000年前から現在に至るまでユダヤ人にとっての都でした。そのエルサレムはユダヤの言葉ヘブライ語の発音ではイエルシャライムと言います。これは京や都を意味するイールと平安を意味するシャロームが一つになってできた言葉です。つまりイールシャローム、エルサレムを日本語に訳すと平安京なのです。そう、平安京といえば794年の遷都から始まる京都の都です。この平安京の遷都の際に尽力したのが謎の渡来人波多氏の一族だと言われています。莫大な富と先端の技術を持って集団で日本へと渡来した彼らは、実はユダヤの血を色濃く引いていると言われています。あくまで一説ですが、他にもユダヤと日本の間には
奇妙な共通点があります。例えば日本の国技である相撲で使われる言葉の中にもヘブライ語との類似や共通点を見つけることができるのです。相撲の掛け声といえばハッケヨイ残ったですが、この日本語でも一見意味のわからない言葉はヘブライ語でハッケ投げつけよ、よいやっつけろ、残ったあなたは敵を打ち破ったという意味になるそうです。確かにこの掛け声のヘブライ語の意味と力士が相手を打ち負かすべく戦う様子は似ているような感じがするので不思議ですね。一見何の関係もなさそうなこの2つの言語がなぜこんなにも多くの共通点を有しているのでしょうか。ヘブライ語の話者は主にユダヤ人ですが、ユダヤ人といえば約2700年前、イスラエル王国滅亡後に姿を消してしまったことは世界史の謎の一つとされています。しかし彼ら姿を消してしまったユダヤ人が日本にも来ていたのではないかという学説もあるほどで、意外に思われるかもしれませんが、実は日本とユダヤには他にも不思議な共通点がいくつもあるのです。日本語の起源がヘブライ語ではないにしても、おそらく多くの影響を受けていることは間違いないのではないでしょうか。以上、謎に包まれた日本語の起源とヘブライ語との共通点についてご紹介しました。実は日本語と同様に日本人の起源についても未だに明らかになっていません。しかしここ数年の DNA の研究やこれまで隠されてきた口伝や情報が公開され始めたことなどによって、定説を覆すような新事実がどんどん明らかになってきています。近い将来、日本人と日本語の起源が明らかになるとともに、隠れていた歴史が表に現れてくるのならば、とてもワクワクしますよね。謎の多い日本の歴史や伝承など、そのあたりのテーマについても今後の動画で取り扱っていけたらと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネル登録、グッド評価など押していただければ動画制作の励みになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。シャツジェン、バイバイ。